ガデテル 1.5 周年スペシャル情報。皆様はじめまして。この度案内役を仰せつかった浮遊城のアンドロイドマーク W3 です。皆様のおかげをもちまして、ガーディアンテイルズはサービス開始 1.5 周年を迎えます。わーい、パチパチパチ、ありがとうございます。感謝の言葉とともに、4月5日のアップデートにて実施予定のイベントやキャンペーンについてご案内させていただきます。まずはこちらをご覧ください。安心しなさい、いただいた分はきっちり働いてあげるわ。我らマッドパンダ傭兵団、割に合わない仕事はお断りだわ。でかいの一発狙っても良さそうね。でかいの一発、でかいの一発。ベニー、お肉食べたい。お前たち、とんずらするわよ。 1.5 周年を記念して、おなじみのマッドパンダ傭兵団がついにプレイアブル実装されます。お金の匂いがすることなら何でも好きな3人組。今回、浮遊城にて特別なパーティーが開かれるとの話を聞きつけて、一儲けしようと目論み、参加したのでした。パーティーでの彼らの活躍は、同時に実装される浮遊城漫画にて見ることができます。ゲーム内、浮遊城にある旅館からご覧になれますので、お楽しみください。そして、プレイアブルキャラであるマッドパンダ団ですが、クラスは戦士、土属性となります。戦闘では、リーダーのスカーレット、マッドパンダ、デニーが、それぞれの攻撃方法によって、三位一体となって戦うという独特のスタイルで、敵をビシバシと倒していきます。それだけでなく、敵に一定回数の攻撃を与えると、彼らの愛機であるロボットに登場できるのです。ロボットに登場すると攻撃モーションが変化し、攻撃力がアップ。特殊能力を使えば一定時間防御力もアップします。私も操縦してみたいですね。同時実装されるモチーフ武器を装備すれば、敵に命中させるたびに攻撃力はさらにアップします。そしてロボット登場時には、より強力なドリル攻撃が使えるようになります。あなた方のドリルは、宇宙を突き破るドリルなのですよ。マッドパンダ団の獲得確率が上昇するピックアップ英雄召喚は、4月5日のメンテナンス後から開催いたします。頼もしい味方となってくれた彼らを、ぜひ仲間に加えてみてください。続いては、キャンペーン情報をお知らせします。1.5 周年期間中、特別なログインキャンペーンが開催されます。いつもより豪華な報酬がもらえますので、毎日忘れずにログインしてくださいね。また、イベント期間中、アイテムの獲得量が2倍になるブーストイベントも同時に開催されます。これを機会に、キャラをどんどん育成していきましょう。 1.5 周年では新機能の実装も予定しております。こちらの映像をご覧ください。ダンジョン王国で謎の爆発事件が起きたようです。この事件に勇者教が関わっているとの情報があります。このため、エヴァ団長の命令を受けたあなたは、遠征隊の一員としてこの事件を調査することになりました。新コンテンツ、遠征隊の実装です。事件調査のために、あなたは、勇者教の勇者候補試験に参加することになりました。チームを切り替えながら制限時間内に敵をバンバンと倒していきましょう。敵を倒したり特定のアイテムを集めることで
スコアを獲得できます。制限時間内に獲得したスコアが高いほど豪華な報酬が手に入ります。遠征隊では新装備である異物を入手できます。異物は個々に装備をすると効果を生むだけでなく、チームで同じ種類のものを装備することでセット効果も生まれます。また遠征隊で獲得した新アイテムで異物の特殊効果をカスタマイズすることも可能です。異物を装備することでより自分好みのキャラに育成できるわけです。遠征隊はワールド13のサブクエスト勇者教の試験をクリアすると解放されます。実装後はぜひチャレンジしてみてください。あなたは都市の喧騒に疲れ、おじいさんから引き継いだ僕、あ、間違えました。あなたは遠征隊に参加するも、悪魔との戦いの日々に疲れ、しばしの憩いとして農場を始めました。遠征隊に合わせて、新システム、農場も同時に実装されます。様々な施設を建てて、異物を強化したり、農作物を栽培して、アイテムを収穫したり、ガデテルゆるゆるスローライフの楽しみ方は、皆様次第。農場は、ワールド7をクリアすると解放されます。さあ、今日は農場で何をしましょうか。遠征隊と農場の他にも、様々な新機能や機能改善が実装されます。詳細についてはゲーム内やツイッターにてお知らせします。続きまして 1.5 周年のイベント情報です。 1.5 周年では様々なアイテムを入手できる期間限定のイベントミッションも実施されます。また新規英雄をコンセプトとした 1.5 周年ロードマップイベントも開催。この 1.5 周年ロードマップイベントでは、人間の頼みなんて聞いてあげたくないんだけど、可愛さと強さを兼ね備えた人気英雄メイリルのスーパーコスチュームをゲットできます。恥じらいながらも懸命に応援してくれるメイリルが皆様を待っています。そして最後は運営からの皆様へのメッセージをご紹介させていただきます。ガーディアンの皆様こんにちは。いつもガーディアンテイルズをプレイしていただきありがとうございます。また応援の声やご指摘などをいただけることについてもお礼申し上げます。こうしてリリースから 1.5 周年を迎えることができたのもひとえに皆様のおかげと感謝しております。今回は新たな試みとして映像としてアップデート内容をお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。番組ではお伝えできなかった機能や改善も多数追加予定です。ぜひお楽しみいただけると幸いです。2周年その先へと向けてガーディアンの皆様にさらなる楽しさをお届けできるよう努めてまいります。これからもガーディアンテイルズをどうぞよろしくお願いします。ガーディアンテイルズ運営チーム一同、 1.5 周年スペシャル情報番組は以上となります。引き続きガーディアンテイルズをよろしくお願いいたします。は、私としたことが一つとっても大事なことをお伝えせずに帰るところでした。1.5 周年イベントでは100連勝冠無料キャンペーンも開催されますよ。それではガデテルでお会いしましょう。